皆さんこんにちは。 NTT ドコモレッドハリケーンズの佐藤です。今日は NTT ドコモレッドハリケーンズで普段行っているスキルの中で基本的なものをいくつか紹介したいと思います。本日のテーマはディフェンスの要でもあるタックルです。それでは皆さんやっていきましょう。おー、強いタックルをするためのポイントを3つ言いたいと思います。1つ目は必ず顔を上げて相手を見続けるということ。で、2つ目は相手に回した両腕をしっかりと自分の方向に引きつけるというところ。で、3つ目は自分が当たりたい肩と同じ方向の足をしっかりと前に出すというところと、相手によりその前に出した足を近づけるというところがポイントになります。じゃあまず初めに膝つきタックルの練習の方法を紹介したいと思います。で、まずタックラーは両膝をついてもらって、ボールキャリーは相手のどっち側の肩にまっすぐ走り込んできてもらいます。で、その時に西浦選手は相手の腰を見続ける、しっかりと顔を上げるっていうところがポイント一つになります。それとあとしっかりと相手の腰に寄せる。で、タックルに入った瞬間にしっかりとこの両腕を後ろに引きつけて相手のお腹の上に肩を乗せる。どうぞ。これがまあ理想のフィニッシュの形になります。これを左右3回ずつぐらいやってもらったらいいと思います。次は立った状態でのタックルの練習を紹介していきたいと思います。で、この時にさっきも言ったんですけど、横山選手は頭を下に下げない、しっかり上に上げた状態で相手を見続ける。で、足を当たる方と同じ方の足を相手側の近くに踏み込む。で、ここはまっすぐで頭は前向いた状態で首を寄せる。悪い例を紹介していきたいと思います。まず頭が下がっているタックルをちょっとやってもらいます。これだと力が下の方向に向かってしまっていて、相手を見れないところで相手に抜かれる可能性もありますし、怪我のリスクも高いですし、あまり良くないタックルになります。2つ目は足が前に出てないタックル、お願いします。はい、この状態だと、相手も重いんで足が揃ってる状態だとすごく弱い姿勢になるんです。で、そうなると相手に力も伝わらないし、相手に最悪の場合弾き飛ばされてしまうことになります。で、3つ目、足が1本しか地面についてないバージョンをやってもらいます。この状態だと、足が1本しかついてないんで、もう本当に力が伝わらない状況になります。で、1本足だと、このように相手に押し込まれることが多々あります。次のトレーニングは、先ほどは横山選手、タックラーの選手はここにずっと止まってた状態でタックルの練習してもらったんですけど、今回は5メートル幅にお互い立ってもらって、お互いが前に出た状態でタックルの練習になります。実際やってもらいます。お願いします。左もお願いします。はい、これやる時もさっき言っていたポイントを意識して、足を当たる方と同じ足を前に出す、頭をしっかりと上げる、首をしっかり寄せる、腰をまっすぐするだとか、そういうポイントをしっかり意識してやってみてください。ご視聴ありがとうございました。レッドハリケーンズ公式 YouTube も登録よろしくお願いします。